まあ、新たな気持ちで、野球ができる競技と、環境を与えてくださった、オリックスバファローズに、感謝します。そうですね、ここで10年間、ずっとプレーをしてたので、やりやすさは多分かなりあると思いますし、まあ、選手も、僕がいたこの選手も良かったので、そのし、楽しみがすごくありました、ね。8年ぶりですかね、オリックスに帰ってきていただいて、大変嬉しく思います。で、まあ、勝ってきたところだし、まあ、長年のキャリアもあるんで、ぜひ、来たチームに使っていただいて、優勝争いしていただきたいと、大いに期待しています。まあ、すごく、人間的にも、それから選手としてもバランスの取れた方ですから、そういう意味じゃ、周りの手本になると思います。そうですね、プロで17年間、やらせてもらいましたし、いろんな経験を積んだので、やっぱこのチームでとにかく、優勝したいっていうのが一番の目標になると、来シーズンやっていきたいなと思います。はい、一緒に頑張ろうということを言っていただいたので、はい、そうですね、やっぱ、まあ、誠実な方で、やっぱ野球に取り組む姿勢がやっぱかなり、あると思いますし、まあ、選手を育てるのがやっぱうまい監督だなっていう感じは受けています。ジャイアンツ時代でも、一緒にやらせてもらって、はい、そうですね、なんかいいタイミングでうまく戻れる番号なので、まあ、楽しみになってますけど、ね、はい、ジャイアンツに行って、まあ、7年間、やらせてもらいましたけど、まあ、5度優勝ができたっていうことがもちろんあるので、オリックスに帰ってきて、選手にいろんなことをやっぱ伝えたいと思いますし、このチームもまだまだ若いチームなので、これからやっぱ発展していくと思うので、まあ、そういう部分をいろんな、伝えていけるかなと思ってますけど、ね、そうですね、やっぱ若いっていうイメージは十分ありますし、センスのある選手はゴロゴロいないと思いますし、まあ、ずっと勝てなかったんですけど、まだ勝つ喜びをもっと、分かり合えれば優勝にも向けていけるかなと思いますけど、絶対勝つっていうことを常に思って1年間通してやってほしいなと思っています。そうですね、多分一番、最年長になると思うので、まあ、その中で今までの経験のことを、まあ、若い選手に伝えていければなと思っていますけど、そうですね、やっぱ2000本があと、79本なので、それもやっぱ達成したと思いますし、だけど、まずはやっぱりチームが勝つことが、前提と思いますので、まあ、それに一生懸命になって、まあ、個人的にはそういう気持ちを上げていきたいかなと思っています。まあ、一本一本の積み重ねなので、まあ、しっかりとした、準備をしていきたいなと思っています。まあ、オリックスはこの何年間、優勝に、優勝まで持っていくことはやっぱりなかなかできなかったんですけど、来季は必ず、優勝するっていう気持ちを、みんなで持って、やっていきたいなと思います。お久しぶりです。オリックスバファローズ谷義信です。優勝しかないと思ってますし、勝つ野球を、一生懸命、やりますので、2014年は、必ず、優勝しますし、
ファンの皆さんにもすごく楽しみにしてもらえるように、頑張っていきますので応援よろしくお願いします。